県内の多くの企業で入社式が行われ、新入社員たちが社会人として新たな一歩を踏み出しました。このうち静岡銀行など8つのグループ会社からなる静岡フィナンシャルグループの入社式には新入社員329人が出席しました。そして柴田久志社長から、今日から皆さんは地域グループ会社の未来を作る一員です、さらなる発展に貢献されることを期待しますと祝辞が送られた後、各会社の新入社員代表がステージ上で辞令を受け取りました。なお、静岡銀行に入行する220人は2000年以降最多の人数で、グループ経営の強化、地域課題の解決を目的に積極採用したということです。日本の経済もこう活気づいてくるっていうのを感じておりますので、私も一銀行員として静岡の町からその日本の経済に追い風を吹かせられるような働きができるように頑張ろうと思っております。一方、こちらは静岡市清水区に本社を置く大手物流会社鈴代の入社式です。今年度は38人が新卒で入社しました。新入社員一人一人の名前が読み上げられた後、配属が伝えられました。入社後は物流のプロフェッショナルを目指して地道に基礎を築き上げ、いずれ営業としてお客様の要望や社会の変化に柔軟に対応し、最適な物流提案を行いたいと考えています。また鈴木健一郎社長は、いわゆる2024年問題を受け、次のように話しました。物流供給力を確保し、供給責任を果たし続け、その適正対価をきちんと周知することで、運送業界も報われる業界に変えていきたいと、そのように思っています。新入社員の皆さんにもその力になってもらいたいと、そのように思っています。新入社員は8月末まで研修や現場実習を行うということです。楽器メーカーらしく、吹奏楽団によるライブ演奏で新入社員を迎え入れたヤマハの入社式では、グループ会社を含めた152人の新入社員が新たな門出を迎えました。志は困難を乗り越え、前に進む大きな原動力になります。ぜひ今抱いている思いを大切にしてください。今日付で就任した山浦淳社長が歓迎の挨拶やトークセッションを開くと、新入社員は少し緊張した表情を浮かべながらも決意を新たにしました。ヤマハらしい音楽とか音に関わる会社だなっていうのを身に感じました。この静岡浜松を引っ張っていって、世界に羽ばたいていけるような頑張りたいと思います。演奏がちょっと素晴らしくて、まだ感動収まらぬ感じです。自分がやってきたダンスとか、そこら辺と関連づけて何かできればなっていうふうにも思います。